ここまでついてこなくてもよかったのに、先生。今はいないのかな。雨が降ってたから見に来ただけ。多分大丈夫。一人でも平気な子だから。縛られることも、傷つけられることもないのはいいけど、でも一人は寂しいから。放っておけなかった。ただそれだけ。別に深い意味はないから。先生、わかった？もうすぐ始発の時間だね。期待していた音ではないけど、これも悪くない。年に一度の除夜の鐘と違って、これ毎朝鳴ってる何でもない音だけど、お正月も日々の一日に過ぎないからさ。今日という日に聞く音はこれがいいのかも。今年もいい一年でありますように。明けましておめでとう、先生。